私も口を酸っぱくして言ってるんですね、これを毎回。で、口を酸っぱくなるから酒を飲んでしまうっていうね、昼間から。はい。で、今日はですね、ジョン・ウィークっていう映画、ケビン・コスナーじゃないわ。かっこいいですよ。キアヌ・リーブスがやったかな、の映画ね。そこからのワンフレーズで、キアヌさんじゃない人ですね。ボスかな、この人のセリフ。これ、主人公のジョン・ウィークですね。はい。そのセリフです。はい。一フレーズですね。一フレーズだけやるので、聞き取り具合をですね、アンケートに答えてくださいね。じゃあ流します。連発するんで、同じフレーズを4回ぐらい連発します。で、遅くゆっくりしないので、ナチュラルスピードなんで、はい、リアルなスピードでやります。じゃあ聞いてください。 What does he want you to do? What does he want you to do? What does he want you to do? はい、これが今日のフレーズです。What does he want you to do? で、これをもうこれぐらいで十分だと思うんで、パッと聞いてですね、あ、全く何言ってるかわからないっていう人は一番上のやつ、全く聞こえない、何言ってるかわからない人が上で、2番目が部分的に聞き取れて意味がわからないで、3番目がなんとなく聞き取れてなんとなく意味がわかるっていう人。どうですか？あ、いいですね。こういう具体的なコメントいいですよ。この人メンバーじゃないですか、スポンサーじゃないですか。ありがとうございます。スポンサーの方でですね、私はもう頭を下げまくりますよ。だってスポンサーですからね、はい、スポンサーとですね、一般メンバーは全く違いますからね、はい、スポンサーも本当ありがとうございます。毎回いつもたくさんスポンサリングしていただきましてありがとうございます。じゃあ答えを出しますね。 What does he want you to do? What does he want you to do? What does he want you to do? はい、これです。中学生読みしたら What does he want you to do? です。はい、で、意味は、映画ではですね、やつへの見返りは何だっていうことになってるんですが、直訳すると彼は、あなたに何をしてほしいのっていうことですね。はい、で、この辺はですね、中学英語なんで、わからない人は中学文法をしっかりやってください。はい、この意味がわからないという人はですね、文法の問題なんで、はい、リスニングの問題じゃないので、はい、そういう人はですね、教科書見てください。これは難しくないと思います、文法理解はね。はい、彼があなたに、何をしてほしいのってことですね。彼が主語で、あなたがすること、あなたにしてほしい何をってことですね。はい、っていうことです。はい、で、音ですね。はい、What does he want you to do? はい、で、これの音的なところですが、もうバンって出しますね。簡略化した発音です。下がリアルな発音。だからここをですね、例えばワーダ、こういうふうにね、ワーダージ、ワーニュートゥドゥ、ワーダージ、ワーニュートゥドゥって出せばいいんですが、ね、ひらがなでとかカタカナで出せばいいんですが、一応そういうね、これ読めば音がわかるっていうレベルのもの。はい、リアルな発音記号は、またリアルな発音記号があるんですが、今日は発音記号じゃなくてアルファベットで、カタカナに置き換えれるようなレベルまで落とし込んでます。はい。What does he want you to do? ね。で、私の発音は、ネイティブの発音じゃないので、60% ぐらいだと思ってください。で、60% の発音で、ちょっとなまったな。60% の発音で十分なんですね。我々が、非ネイティブが喋る英語っていうのは。はい。だから、私は、60% でいいと思ってやってるし、で、60% レベルを維持しながら、よりね、ちょっとでも上に上がろうと思って、私は私でネイティブに発音の練習ね、申し込んで、ね、お金払って、今も勉強してますので、そういうことは、そういう姿勢は大事ですよってことは言っておきますね。100% を目指す。ただ、60% レベルでとりあえずはいいんだっていうところ。だから、60% スタートで100を目指すっていう、そういう生徒さんになってください。で、まずは 60% でいいので、私が言ってるぐらいでいいです。What does you want to do? What does you want to do? ぐらいでいいですよ。こんな感じを目指してください。だから日本人っぽい感じでいいです。ただ、ね、日本人っぽい感じでいいって言われた時にですね、What does he want you to do? とかじゃないってことですね。はい。それを分かってくださいっていうのが、この私のやってることです。はい。What does he want you to do? っていうことです。はい。で、What does he want you to do? はですね、これ以上、そんなに、音としてはもう砕けようがないレベルまでね、砕けてるので、はい。どんだけゆっくりやってもこの音なんですね。一応ゆっくりで聞いてみましょうか。 What does he want you to do? What does he want you to do? ね、砕けようがないでしょ。 What does he want you to do? ってこれ以上砕けないでしょ、はい、だからそういう音なんですね。だから、What の T もないし、 Does he のこの He の H の音もないしってことなんですね。
はい、What does he want you to do って音なんです。 なので What does he want you to do って言いましょうということです。はい以上ですっていう感じなんですね、はい、音的にはそれなんでね。だからこの What does he want you, What does he want you to do、はい、これを言えばいいってことなんです。だから音がわからない人はこの音で言えばいいってことです。はい、こっちでね What does he って言わず What does he want you to do って言えばいいってことです。はい、でその解説なんですけど、細かくやるともうキリがないのでエッセンス的なところだけ言っておきます。で要は、シーン青、ね、ボン赤で書きました。でこのシーンボンの関係性というか、この、ね、何がシーンなんだっていう、何がボンなんだっていうのはすっごく重要なんですよ。はい、私も口を酸っぱくして言ってるんですね、これを毎回。で口を酸っぱくなるから酒を飲んでしまうっていうね、昼間から。で私が先生になれないのは酒飲んでしまうからなんですね。でその酒飲む理由は口が酸っぱくなるからなんですね。こういうことを毎回言うから、死因と母因が大事で、死因母因区別しましょうっていう、うん、それは本当大事なんですよ。 でピンとこない人はですね、ピンと来てないイコール聞き取りのセンスが弱いと思ってくださいね。死因と母因大事だよね、うん、すごく大事、いつも死因と母因気にしてるっていう人はセンスがいい、うん、聞き取りのセンスが高い人、将来的に早い英語も聞き取れるようになれる人なので、死因と母因の区別、死因、ね、その興味、ね、興味を持ってください。で 分解しましょう、毎回、はい、こっちの上の方だけでやってるから、いつまでたっても What does he とかって言っちゃうんですよ。want you to do とかね、言っちゃうんですよ。こっちで言うから、こっちの情報だけでやろうとするから、絶対そういう風になっちゃうんですね。耳が。耳も口もそういう風になってる。で、中学校で習ったこととかですね、先生、ね、中学校の先生の発音とか、あとは、あるいは日本で、日本中で、ずっと流れてくる、この、ね、カタカナ発音ね、マクドナルドとかですね、ね、メモリーカードケースとかですね、そのカタカナ発音で洗脳されてきて、しまってるから、もうこういうね上の方で言っちゃうんですね。 What does とかって言っちゃうんですね、はい、だからこっちのモードからこの下のね色付きのモードにしていこうっていうのが私の取り組みなんですよ。正確に言うよりも滑らかに言う、リズムよく言うっていうのがその英語ネイティブのその発声のなんていうんですかね、しきたりというかルールと言っていいかな、うん、まあしきたりですね。日本人は割と丁寧にですね、しっかり一字一句、私は今日本日、ありがとうございましたみたいな感じで一字一句しっかり置いていくでしょ。それがその言ったらたしなみじゃないですか。なんていうの、日本語話者としての理想的なスタイルでしょ、うん、もちろんアザースっていう人もいますが、割と崩すとちょっと失礼なとかカジュアルな印象になるじゃないですか、日本語って。やはりこうしっかりと言う方が日本語的には丁寧で、この人ちゃんと喋ってるなって言うんじゃないですか。そういう感じの言語じゃなくてですね、英語はこういうしっかり置いていくことよりも滑らかに言うことの方がたしなみというか本流なんですね。なのでこういうことになってるっていうことです。はい、でそこにですね、なんでとかですね、あんま言わないでくださいね、はい、でなんでって言ったところですね、これをですね What does he want なんて言ってくれないですからね、どうあがいてもね、はい、1万年経っても多分そういうふうにはならないと思います。その向こうのたしなみ方のルールを、ね、分かっていけばいいだけでねっていうことです、はい、もう一回これを出しながらちょっと聞いてみましょうか。 What does he want you to do? What does he want you to do? What does he want you to do? うん、消してやってみましょうか。この上だけでね。What does he want you to do? What does he want you to do? What does he want you to do? はい、うん。音としてはもう What does he want you to do? What does he want you to do? って言ってるわけなので、それ以上の音はないので、細かな発音のね、精度は変わってきますけどね。はい。もっと母音がネイティブっぽくなるともっと変化してきますが、でも音の塊としてはもうこの What does he want you to do? 以外ないんですね。うん、What does he want you to do? ね、What does he want you to do? この音以外はないので、うん、だからそのレベルまで落とし込めばいいってことです、はい、でその落とし込み方なんか分かんねえよってなると思うので、だからその辺は一個ずつですね丁寧にやっていきましょうっていうので、私はやってるんですね、コツコツ。あ、書いてくれてる人多いですね、ありがとうございます。 M さんありがとうございます。あ、理解していただいたってことですか、 M さん。で EK さん、こんにちは。Does he が Does になるのは分かりました。もし Did he だったらどうなりますか。あ、いいこと言いますね。はい。それはですね、Did です。
ここが DDP だったらどうだったかということでしょ。これ追加料金いただきますよ、これね。2000万いただきますけどね。嘘ですよ。こうですね。DD。DD です。だから DD とかね、DoDo とかなるんですよ。ネイティブって。What did you want you to do? とかね。What did you want you to do? こんな感じになる。なんか、聞き覚えあるでしょ、こういうなら、ね、音の感じ。What did you want you to do? とかね。What did you want you to do tonight? とかですね。こんな感じになっちゃうんですよ。で、これも、もう、ネイティブのフレーズってある程度パターン化してるから、もうね、やっぱ慣れていくとですね、もうなんかいちいち考えなくても分かるようになってくるんですね。ひたすらですね、もう連呼してください、こういうの。What does he, what did you とかですね、言ってください。はい、did he は did. だから、d と h がぶつかったときは h が消えるっていうルールなので、did ですね。で、これもパターンが結構数パターンあるんで、一概にですね、で100人いたら100人が DD って言うかというとそうでもないって言ったり なかったりしたり、あとここが C になった時どうかとかねあるんですよ。 C になった時になんかディチみたいになったりするんですね。だからそういうのもまたパターン化してですね、やっぱやっていかないといけないですね。ここが C になった時どうなのかっていうのは、うん、だから非常にめんどくさいって思えばめんどくさいんですが、やり出してしまうとですね、そんなに、なんですかね、やりきった後にやってよかったなってなるんですよ。だって全部聞き取れるんですからね。だからそっちの方がいいじゃないですか。だからこう、森の茂みに入ってですね、ぐちゃ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 、やりきった後に開けた草原とかですね、山の頂上に行く感じなんですね。だから、ごちゃごちゃした草原にですね、の前でですね、立ちはだかって、うんって腕組んでですね、悩んでるぐらいだったら、もう森の茂み入っていってですね、ぐわーって突き切って、見晴らしのいいとこに行きましょうっていうのが私のクラスなんですね。今日すごいいい例えできたな。うん。で、そのぐちゃぐちゃした森の茂みに入っていきましょうっていうのが、私がやってるクラスなんで、ぜひ来ていただきたいと思っております。で、積極的にやっていきたい人はですね、あ、ここにあった。私のクラス来てくださいね。あの500円のやつ。はい。うさぎクラスって言います。クローズドで月500円払っていただいているクラスでやっているやつです。はい。で、この辺の連結のこととかですね、ルールのことをですね、非常に細かくやりますし、時間的にも量的にも多くやっています。今、かなりコンテンツが増えたので、めちゃくちゃありますね。時間とコンテンツ量は。うさぎクラスには。で、破格値なんだよね、これ。本気で英会話上げてやっていきたい人はですね、払えないわけがないわけです。で、私もこれビジネスでやってないのでね、私はこれもう、あれですよ、IPA じゃないわ。だっけ。慈善団体。社会貢献としてやってます。はい。だから、もろもろの手数料って感じですね、これはね。その、事務手数料ですよ、これは。社会貢献としてやってるんで、社会事業なんですよ、私の。そういう思いでやってます。はい。だからこれで私がですね、フェラーリ買いたいとかですね、お姉ちゃんはべらかしてとかですね、やりたいわけじゃないし、金儲けでやってないんですね、これ。本当に英語が聞き取れなくて困ってる人を助けたいという思いで、ボランティアですよ、ほとんど。で、ボランティアにするとですね、変な輩が寄ってくるので、有料化してるんですね。コミット料ですよ、500円は。宗教で言ったらお布施。そういうことです。で、宗教じゃないので、月額みたいな感じでやってますが、そんな感じです。